第13は大激突に関する海外の反応集。なんかシオンのオマルパイ、回を重ねるごとにでかくなってない？そう感じるの俺だけ？そこに気づいたのは君だけじゃないよ。あそこからミニシオンが出てきても驚かない。一番上のボタンは奥軍より粘り強い。このままでかくなり続けたら、シオン相当嬉しそう。彼女ってアルベドみたいだよな。プレイズリムル様。リムル様を崇拝しなさい。妹リザードマンが可愛いと思ったら中の人がキュアミューズだったわら。シオンさんがすっかりアルベドっぽくなってる。アルベドはデータ操作されてるし自らの恋愛で動いてるシオンさんの方がいいね。リザードマン妹を逃がす父親すごいな。ほぼ完全拘束だったのに、ガビルは無能でも愚かでもないということを認めなければならない。指揮官としてはダメだけどな。しっかりとゴブリンたちを守ってるしね。その辺は良かった。ガビルがバカなのにかっこいい部分がうまく演出されている。ゴブリンの護衛をして犠牲者を出さないようにしたりしてる。多くの強さを侮っていたとはいえ、バカみたいな突撃かと思いきやちゃんとおとりとかも使いこなせてるな。リザードマンの得意とする湿地帯に引き込んでの戦いも見事だった。ガビルの戦闘シーンかっこよすぎた。確か漫画では数コマだったんだよね。ドライアドも戦うんだね。トレーニーさんの技が優雅すぎて強かった。あの人だけで5万くらいの軍勢いけそうな気がする。敵の幹部連中も小物だけど実力者なんだろうね。ゲルメットが割と小物だったな。腕を飛ばされたラプラスの方が余裕あるじゃないか。ラプラスの煙玉、やはり悪党の撤退にこの武器は本当に定番だねわら。煙玉はどんな強者からも逃げ切れる魔法のアイテムだよわら。ガビルのバトル、漫画よりも派手になってないか？かなりいいぞ。バトル作画がすごかったな。ガビル好きになってきたかも。こいつバカだけどいいリーダーだわ。オークジェネラルとの一騎打ちが結構かっこいいところもあった。フェアな部分もあってガビルは憎まれないキャラクターだよ。しっかりと振りだって状況にも気づいてるからね。これが名前の力。ガービル、ガービル、ガービル。ガビル対オークジェネラルのバトルは短くカットされるものだと思ってた。ここまで見せてくれるとは思ってなかった。ガビルのオークジェネラルと戦っている姿はかっこいいと思えるが、ちょっと知識がなさすぎたな。リムル軍強すぎる。核兵器みたいな攻撃もできるし20万のゴブリン軍がゴミのようだ。ひょっとしたらリムルテンペスト率いる軍勢ならナザリック地下大墳墓攻略も可能かもしれない。自分犠牲ゼロのウィジンとは驚いた。リムル軍は怖いな。リムル軍は絶対怒らせてはならない。戦争が戦争じゃなくなってる。鬼人が強すぎてリムルちゃん高みの見物わら。そう言ったらリムルはコウモリを食べたんだったな。漫画だと説明があるんだけどね。説明がないとドラゴンを食べた影響だと思ってしまう。テンペストスターウルフのトルネードはアメージングだった。っていうかリムル軍強すぎるやろ。技を聞いてどんな効果が与えられるかわかりやすい。デスストームはいいね。デスデストボーイゲッツデスデスアップグレーズ。ベーコンを作ってくれる最高の犬。一人に一匹は欲しい。ランガのデスストームコクライランやべえわ。こんなにかっこいいのをどんどん叫ばれたら、日本の中学生はワクワクしちゃってるんじゃないかなわら。リムルの軍隊は強くなりすぎてる。こうやってピカピカって光って。ランがはじめ数々の技がかっこいい感じで表記されるのはオシャレだな。またこんな文字 T シャツが発売されそうわら。みんな化け物だよね。鬼人たちが強すぎるけど、リムルわざわざ一緒に来なくてもよかったんじゃないか。こんなに活躍してるのに、イケメンを理由にしてしまうリムルちゃんは自分が美少女なのにいいのかな？シオンさんスーツで戦ってるけど、オーガ時代の戦闘服はどうしたんだ？シオンのココンとした月が転生で大量のオークを抹殺。セイバークラス。ブリーチが恋しくなるからやめて。何百ものオークはあっさりと殺してしまうシオンの月が転生。このコは怒らせちゃいけない。スライムが自分の部下の強さに気づき始めたのが面白かった。もうリムル軍が強すぎ。この世界はネームドが強すぎるな。リザード姫の反応が最高。リザードプリンスのリアクションが一番良かったロル。驚いた時のコメント用に新しく使えるな。父上の表情がいいな。反応としては正しい。まあリムル軍の中でも総英はチートだし仕方ないよね。リザードマンたちのリアクション最高だったわ。ははエブリーリザードマンエンディスエピソード。今回のリザードマンたち、リザードマンもこの状況になれないとな。なれますよ。女神官ちゃんどこでも大活躍。はは。視聴者のリアクションを代弁してたね。この世界ではナーリになると化け物になる。名付け親の強さによるけどね。ガビルはナーリになっても弱かったけど、ゲルミャットの強さが気になるな。まあ、その消費量で強さが変わるとか？もしかしたらゲルミャットはガビルをあまり強くしなかったのかもね。その可能性あるね。リムルがそれに後々気づいて、名付けイベントで気絶する必要なかったの？
って言いそう。リムルが他のリザードマンに名前を与えて進化させ、ガビルが嫉妬するってのを見れるかもな。ドレッシーンスキップされてた。毎回のように他の人が余計な仕事を持ってくる。かわいそうなリムル。公式アートは存在するんだけど。2クール目は秋アニメ以上に強敵揃え、頑張れリムルテンペスト。ベニ体操は今年の冬コミで販売されますか？リム対ベニとかもいいですね。ハーレムの主人公は望んでいたが、これは望んでなかったな。総影のバトルシーンもスキップしてる。いや、そこは漫画でも短い。理解はできるが、